現在ランキングトップは18ポイントの大島。今大会も残り2試合、ポイント争いはますます激しさを増す。今大会も B リーグは3人対戦で10試合が行われます。準決勝第2試合は久保田が6大会ぶりの決勝進出。続いては準決勝第3試合、ハマッコフルスロットル三浦美里。今大会の1回戦前、顔もこわばると筋肉もこわばる気がして体もこわばっちゃうので、笑顔を今日の課題にしたいと思います。そして挑んだ今大会1回戦はスコア204でワイルドカードを獲得、準決勝に進んできた。笑ってたら通過できましたから、ワイルドカードでいいことあるなって思いました。笑う角には福来たる、笑顔の力で準決勝も。思い切った投球ができるように心がけながら、しっかり自分を信じて笑顔で最後まで投げ切りたいと思います。華麗なる左腕小林歩美。試合展開的にはいい流れだったかなと思います。今大会1回戦は三者ストライクが続かない我慢の展開の中、終盤フォースを決め勝ち上がってきた小林。ラッキーなストライクを待って、とりあえず9本倒れればいいっていう守る方を選んだんですよね。この先は好調な選手が相手、どんな戦い方をする。でも準決勝とかになってくると、多分攻めの姿勢じゃないと相手も打ってくると思いますので、まあ様子見つつですけども、ちょっと今度は攻めの方向でいきたいなと思ってます。強気な姿勢で勝利をつかめ、シンデレラガール森さまえ。前回大会のチャンピオンが勢いに乗っている。今大会1回戦はスコア201で勝ち上がり、現在13ポイントでランキングは2位。ポイントできるだけたくさん取って、はい、最終戦に臨めるようにしたいなと思います。まずはこの準決勝で足がかりを作りたい。今日は特にストライクをいかに早く続けれるかっていうところが本当ポイントになると思うんですが、もしそれがでもできなかったとしても、気持ちを切らさずに手をしっかり取っていくっていうことを大事にしたいなと思います。冷静なゲームメイクが勝利の鍵となる。準決勝第3試合は小林歩美、森早苗、三浦美里3選手の戦いになります。放送席には矢野金太プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、この第3試合準決勝3選手どの辺を見どころにしていきますか。そうですね、やはりレーンコンディションがかなり難しく変化しているので、はい、どのぐらいこうきっちり投げられるかというところですよね。トップバッター小林歩美ですが、1回戦206で勝ち上がってきました。ご覧のように平行ピンを残しています。森早苗、1回戦は201というスコアで勝ち上がってきました。左側のラインです。これは森的にはちょっと1番ピンに強めに当たりましたけれども、ストライクが来ておかしくない、そういった1投目でしたが、ね、7番ピン残りました。はい、小林歩美です。平行ピン、ここは4番ピンテイクワンです。ここは1本マークします。三浦美里204というスコアですが、ワイルドカードから準決勝に勝ち上がってきました。1投目来い、ほんの少し1番ピンには薄く当たったんですが、その分10番ピンは残りました。三浦美里1フレ2投目です。ピンクのボールで10番ピンをカバーしていきました。小林歩美
森さないです。第2フレーム1投目9本スペアから第2フレーム1投目、どうだ、これ珍しい薄め。各大会は18人のトーナメント戦です。1回戦は6試合を戦い、トップが勝ち上がっていきます。最下位の選手は次回出場停止となります。そして1回戦で2位となった6人のうちスコア上位3人がワイルドカードを獲得し準決勝進出となります。準決勝はトップが勝ち上がり、ワイルドカードはありません。三浦さん、おっと、5番ピン真ん中のピンを中心に7番、それから10番が残りかけましたが、はい、結果5番と10番が残っています。これも嫌な4本です。おっと、ここはうまくカバーを見せました。伊蔵さん、はい、森さないですが、試合前に本当に難しいレーンですね。相手の2人も同じようにしんどかったと思うので、うん、1回戦は自分でもよく我慢できたと思いましたと話していました。準決勝も冷静に熱く試合に臨みますと話していました。いかに自分をコントロール、そうですね、うまくメンタルも含めてスピードと回転とラインをいち早く自分がフィックスできるか、そこがポイント。うまい、うわ、惜しい。ここからゲームは波乱含み。